マイケル・グレン、マイク・マレンは、アメリカ海軍の元軍人、最終階級は大将、海軍作戦副部長、在王合衆国海軍司令官権ナポリ、連合統合軍司令長官の職を経て、2005年7月22日に、第28大海軍作戦部長に就任、統合参謀本部メンバーの一人として、イラク戦争などに従事した。その後2007年10月1日からは、 ピーター・ペース海兵隊大将の公認として、第17代アメリカ統合参謀本部議長に就任、アメリカ軍の軍人のトップを務めた、グレゴリー・アンブロシア陸軍隊員にシルバースターを授与するマレン大将を新たに採用された制服を着用したマレン大将。1946年10月4日、カリフォルニア州ロサンゼルスで、ジャック・マレンとその妻ジェーンの間に、5人兄弟の 長男として生まれる。父のジャックは、ハリウッドで、ボブ・ホープや、ジミー・スチュワートなどを顧客に持つ、広報担当者として、母のジェーンは、ジミール・レランテのアシスタントとして働いていた人物である。少年時代は、共に、カトリック系の学校である聖カルロ・ボロメーを、教会付属小学校、ノートルダム高校でそれぞれ学ぶ。1964年に高校を卒業した後は、 スポーツ奨学金を得て、海軍兵学校に入学し、1968年6月に卒業する。この年の同窓生には、デニス・シーブレア、ジム・ウェップ、オリバー・ノースラがいた。海軍兵学校卒業後は、海軍将尉として、民間、水上艦乗組士官となる。民間直後には、駆逐艦、コレットに、対戦戦戦担当士官として乗務し、 ベトナム戦争下の西太平洋海域及びベトナム沿岸海域へと派遣され戦闘式を取る。この頃には駆逐艦ブランディにも乗務しカリブ海や地中海で任務に当たった。1973年には給油艦ノックスビーの司令官に任じられ初めて艦長として任務に当たる。1975年まで約2年にわたってノックスビーに乗務した後は 陸上勤務に移動となり、海軍兵学校で学生中隊付き士官、ついで士官候補生隊長の補佐として勤務する。海軍兵学校での勤務の後は再び、海上勤務に戻り、ミサイル巡洋艦、フォックスやスタレットに乗務し、西太平洋やインド洋、航海での任務に当たった。フォックスよびスタレットでの勤務後は、上級士官、召官となるために必要な学位を得るために、 カリフォルニア州モントレーの海軍大学院に進学、1985年にオペレーションズリサーチの修士号を得て卒業した。海軍大学院卒業後は、海上勤務に復帰し、ミサイル駆逐艦、ゴールズボローに艦長として乗務する。ゴールズボロー乗務中は、イラミイラク戦争回戦に伴うペルシャ湾海域でのリスク上昇を受けて、友好国であるクウェートの石油タンカーが安全に、 航行できるように護衛、海上警備を行う任務を指揮した。その後は陸上勤務に移動となり、水上艦の陸未主管学校でディビジョンオフィサーコースの責任者を務める。1 9 8九年九月には大座に承認、合わせて国防総省の運用試験評価部長室に移動となる。また、この頃にはハーバードビジネススクールのアドバンスドマネージメント、プログラムを終了している。 運用試験評価部長室での勤務後は、再度会場勤務に異動となり、ミサイル巡洋艦、ヨークタウンに艦長として乗務した。ヨークタウン艦長を離任した後は、海軍人事局に異動となり、人事畑を歩む。この後、第二巡洋艦、駆逐艦艦,艦隊及び原子力空母、ジョージ・ワシントンを中心とする空母戦闘軍の司令官も務めている。ちなみに、マレン大将が最後に、 2006年には、日本のアメリカ海軍横須賀基地に、弾道ミサイル迎撃用ミサイルである SM、SM-3 を搭載した、シャイローの配備を決定した。2007年、民主党の中間選挙勝利に伴うイラク、撤退圧力の強まりが原因で、ピーター・ペース統合参謀本部議長の9月、一杯での議長退任が決定したことを受けて、ペース議長の公認に推薦され、 上院軍事委員会の指名校長会にて就任が承認された。本来なら年齢面などでの問題がない限り、統合参謀本部議長の公認には、統合参謀本部副議長が昇格することが一般的だが、今回の場合は、ペース議長と共に副議長であるエドマンド、ジャンバスティアーニ海軍大将も副議長退任が決まり、マレンが推薦された。ちなみに、 ジャンバスティアーニ副議長の後任には、ジェームズ・カートライト統合戦略軍司令官が就任した。2011年9月30日、統合参謀本部議長を退任。2017年、トランプ大統領が、スティーブン・バノン主席戦略官を国家安全保障会議に加えたことを国にとって不健全と強く非難した。2020年、ジョージ・フロイド暴行死以降の抗議活動を、 神聖化させるため、軍の投入を示唆したトランプ大統領に対し、アトランティス氏にオピニオン記事を掲載。トランプ大統領は、平和的に抗議活動を行う国民の権利を無視した。アメリカ国民は敵ではない。もはや黙っていられないと強く抗議した。海軍作戦部長時代のマレン大将と、ドナルド・ウィンター海軍長官、海軍最上級兵装長テリー・ディ・スコット。 2006年2月、吉川英治会場幕僚長と、日本のメディアには、前述のシャイロー配備の際に、新聞やテレビ等に、マレン大将の名前が頻繁に登場している。また、最近では前述のピーター・ペース、統合参謀本部議長の退任報道の際には、その公認として、日本のメディアに再び名前が頻繁に登場した。また、日本の新聞各紙などでは、 シャイロー配備の際はマイケル・ミューレンと表記していたが、ペース議長の退任の際は多くのメディアがマイケル・マレンと表記している。ありがとうございます。